南波大輔さん、久保選手は王様になるチームなら必ず結果できますね。逆にビジャレアルのような将棋の駒みたいな使われ方では才能を発揮できないですか？いや、そんなことないと思うんですよ。王様って表現が、多分どうだろうな。難波くんと僕の中で多分、ちょっとギャップがあって、王様って誰かが守備して、その分自分は攻撃するみたいな役割がもう完全に分かれてる。守備はしない人っていう。守備をする人は兵隊。守備しないで攻撃する人が王様みたいな、まあそういう価値観の時代、ロベルト・バチュとかそういう時代のサッカーの考え方だと思うんですよ。っていうと、久保ってしっかり守備するんですよね。しっかり守備するどころか、まあ量が足りない瞬間とかあるけど、それってめっちゃ走った後だったりして、基本的には上手いんですよ、守備が。ってなると、僕は王様になれるチーム云々じゃなくて、きちんと組織が整ってるチーム、もしくは整う瞬間がちゃんとあるチームだと結果出ると思いますね。あとは先手使ってもらえれば。だから、ビジャレアルに関しては、当時の動画、久保ビジャレアル LEO とかで検索してもらえれば出るんで、本当細かく知りたい人はそっち見てほしいんですけど、久保がライン間取っても外取る人がいない、久保が外取っても中入ってくる人がいないっていう、監督が攻撃の時のデザインをサボるというか、そこに着手しないから、久保はどうしても、まあ、苦しい状況での、プレーを強いられていて、で、その中でシステムが433に変わって、僕はインサイドハーフで、可変で4411の、ツートップの一角、デブライネみたいになる形でいいと思ったんですけど、まあ、そういうやり方もしないんで、基本的に、久保が、久保じゃなくてもきつい役割を久保にやらされてるっていう、で、本当に誰だろうな、メッシとか、そういうクラスじゃないと、本当に戦術云々関係なく、相手を破壊できるみたいな、そういう選手ではないんで、なんでそういうところを理解してあげるのが重要かなって思いますね。どうしても久保がテクニックめちゃくちゃ高くて、今回も決定的な仕事したから、でね、他のうまくいってないところとかも結果だけで見られると、そういうふうに王様できるチーム、そうじゃないチームって分けちゃうかもしれないけど、実際に久保がやってることを戦で見てると、フットボーラーとして素晴らしい選手だと思いますね。